総合不動産事業を中核に展開していらっしゃるわけですけれども、もともとは訪問販売から始まったという歴史を、はい、伺いました。最初は会長自身はオンワードさんでアパレル業界という全く違う異業種から14年間働かれて、その後独立という形になると伺ったんですが、ぜひそのあたりの起業のきっかけとなぜ不動産業になったのかというのを、だから、教えてください。私がオンワードによる頃は、はい、青木とかね、青山とかね、はい、なかったんよ。あ、当時なかったんですね。まだ青山とか青木とかね、ああいうの会社なかったんよ、はい、それでオンワードから独立する人はね、もう結構おったんよね、はい、私の知り合い先輩も後輩も随分独立していったけど、全部洋服屋さんなんよ。あ、なるほど。全部洋服屋さんなんよ、はい、で誰も残ってないたくさんの先輩後輩が、洋服屋で独立していったけど残ってない。誰も残ってない。独立するぐらいの人はやっぱり腕に自信があるんよ。会長も独立されようと思って辞められたんです。うん、だから私高卒で入ったんですよね、はい、で周り見たら西南とか、うん、あの北九大とかね、副大とか関西の関東から帰ってきた人たちの人が、うん、大卒の人が入ってきて、この人たちと競争していって、なんかこうね、役職がもっとこう仕事が任されるような仕事に就けるかなって考えた時に、まあ10年も14年もったらだいたい見えてくるよ。まあ生活はね間違いないしあれやけど、でもそんな人生でいいのかなって思った時に別の道を選ぼうって最初そういう気持ちで独立しようと、あんまり考えんでねあんまり考えんで、あのしてるの間違いね、深く考えてない。深く考えたらね、はい、多分やめてない。なるほど。絶対安定の方選んでる最初はそれが1981年にサンシャイン石井という会社名で、会長が33か4歳の時に、はい、起業されたということで、最初はご自宅からのスタート で、 そうそう、ね、訪問販売、布団とか遠赤外線のサウナとかを売っていらっしゃったということで、 その後三和という会社を3人で集まってね、3人で集まってしたから三和と、なんかちょっと一人じゃ限界があるしね、たまたまその時に2人に会わなかったら、今の三和はないと思うね。今のグループはないね。創業時の3人がいらっしゃって、3人で会ってね、もうそれぞれに血液型もね、私が O 型で、もう一人が AB 型、もう一人が B 型保管し合って、全然違う人間が3人集まってね本当になんかうまくね、できない人のことをお互いがカバーするみたいな感じでね、バランスのいい3人から3話がスタートして、個性が違うね。なるほど。そしてしばらくそういったいろんな商品を輸入販売したりっていうする中で、バブル崩壊を機に不動産事業に舵を切られたと。舵を切ったわけじゃないよ、当時は3話も非常に調子よかったんよ、はい、売れてたんよ、はい、3話の商品もね、3話の時は何を売ってらっしゃったんですか。3話の時はこの24時間風呂、24時間風呂がメインだったね、のシステム、うん、はい、小鉄工の社長さんがね、毎月挨拶来られるぐらい売れよった、どんどん売って、好調だったわけですね。もう本当にね、本当によく売れてたね、はい、大学も行ってないし、その経営って何かなっていうようなことで、セミナーとかには比較的まあ、時間作って行ってたんですよ、はい、でその時にそのやっぱ3本のね、会社は3本の柱がないとね、得意先も3本の柱がないといかんしね、従業員もやっぱりちゃんとその支えてくれる人が何人かおらんと、1本の人、1人の人に頼ったらいかんとかね、事業も違う事業が3つぐらいないといかんしね、得意先もね、あんまり一本に偏ると、そこが何かあった時はもう会社倒産でしょうって。おお、なるほど、そういうこともね、分からんかったわけよ、でも、あ、そういうことかと。じゃあ今のその三和の24時間風呂を売るような販売システムだけではね、もし何かあった時には会社倒産するなと。なるほど。じゃあ全く違うビジネスをやろうということで、何がいいかなっていろいろ考える時に、みんな不動産から撤退していけるしね、
で当時バブルがそれこそ弾けてもうみんな不動産から離れていってる時期だったんですね。証券会社は倒産するわね、はい、銀行は倒産するわ、もう不良債権はいっぱい出るわ、はい、でも不動産っていうのはねこれは残るんじゃなかろうかと将来的に見たらね、はい、で日本人は非常にその土地に思い入れがあるからね、だから、不動産をその自分の目で確かめて買えるような目を養っていこうと、いうようなこととかビジネスしたらいいんじゃないかなということで、全く分からんかったけど、まあ無謀って言えば無謀よね、全くの未経験から、全くの未経験だから皆さんがこう撤退している中で逆にそこにチャンスを見出して、みんなから反対されたよ。それでも会長の中には確信があったわけですね。確信なかったよそんなもん。でもその経営判断の軸っていうのはやっぱりこう将来的に見てどうかというところで、うん、だからもう一本柱を作らないかなということと、むしろみんなが撤退する時の方がねいいんじゃなかろうかと、特殊作からもわざわざ呼ばれてね、社長室に呼ばれてから石田さんあんた何考えてるぞねって言われてさ私はねこういう時こそねチャンスと思うて、であんた知ってるのねって、いや知りませんって、勉強します今からって、毎月何億って商品買いようからさ、僕は心配なわけよ、支払ってくれるかどうかっていうのが、なんかやらないとね、守るだけじゃダメって、まあ随分ね、いろいろ言い合いもしたんやけどね。当時から考えると本当30年弱経って、今振り返って、気づくこととかやっぱりこうだよねっていう会長の中の考えって何かありますか？だから逆にね、あれ反対されんかったらね、失敗してたかもからね。反対がなかったら失敗してた、いやというのはね、というのはもう社内でもねやっぱり反対なわけよ、そりゃそうですよね、社内でもね、はい、その余計なことをするなみたいな話だ好調に出す、既存事業も好調だし、こっちの方はちゃんとやっていってね、利益も出るのに、でもちゃんとそのやっぱり本当にね、将来考えたらもう一本やっぱ柱作らないかんと、もう決して迷惑かけんからと、もし迷惑かけたらね全部自分で処理するからと、だから不動産始めてね一期目から黒字よ、一期目から黒字、新年の前に不可能なしなんよ、これ会長の座右の銘なんですね